軟体動物の持つミオグロビンの構造グロビンホールドは、タンパク質の三次元ホールドの一つである。通常八つのアルファーヘリックスからなるが、末端にさらにヘリックスを持つものもある。名前の由来となったヘモグロビンやミオグロビンのほか、フィコシアニンなどで見られる。ミオグロビンは初めて構造が解かれたタンパク質であるため、グロビンホールドは初めて構造が解かれたタンパク質ホールドとなった。 ヘリックスのみからできており、グロビンホールドは、オールアルファ型の三次構造に分類される。一次構造上でヘリックスを構成するアミノ酸、同士が近くにある場合の多くは、空間的にも近接し、極部構造を作るが、そのような他の構造モチーフとは異なり、グロビンホールドを構成する八つのアルファヘリックスは、ほとんど局所構造を持たない。グロビンホールドのヘリックス同士は、 ヘリックスバンドルのような他の構造よりもかなり急な平均50度という角度でパッキングされる。パッキングはヘリックス表面近くにあるアミノ酸の側差の立体障害と素水効果によって安定化されるため、この角度は配列に依存している。グロビンフォールドは進化的にかなり保存されているが、フォールドを構成する配列にはせいぜい16%程度の相動性しかない。 ホールドの配列特異性は厳しくないが、タンパク質の素水性中心は維持されている。グロビンホールドの最も知られた変異は、ヘモグロビンの一つのグルタミン酸がバリンに変わったもので、かまじょ血球症を引き起こす。ありがとうございます。